この結果に関して大家に尋ねられても困るわけよ。それを踏まえて聞いてほしいんだが。もったいをつけるな、早く言え。あのな、メールの送信元は探偵社新人の太宰ってやつのコンピューターからだった。なんだと？ありえない。太宰はずっと俺と共に行動していた。ずっと俺と共に捜査を。太宰治。突然現れた探偵社の新人。一連の事件が太宰が現れた直後から発生した。狡猾で慎重な青の使徒、決して自らでは手を汚さない黒幕、霊利な思考力。何の電話だったの？国木田君の口調からして六蔵少年。太宰。何？少し寄り道をするぞ。静かな場所だね。秘密の会話をするにはもってこいだ。それでどうしてここへ？その拳銃は何？当ててみろ。この手のジョークは嫌いだと思っていたけど。ああ嫌いだ、ジョークならな。さっきの電話で何か言われたね。きっと勘違いだ。廃病院の監視映像、お前は顔が映るのを巧みに避けていた。なぜだ？部屋に入った時偶然監視装置が見えたからだよ。すぐに誘拐被害者が見つかって君たちに伝えるどころじゃなくなった。二つ目、爆弾犯を見つけるために大使館へ向かうべきだと提言したのはお前だったな。なぜすぐ思いついた？いやだな、本気？冴えてると褒められこそすれ、疑われるいわれはないでしょう。臓器密売組織の知識はどこで仕入れた？だからそれは飲み屋で。なぜお前のコンピューターから青の人の電子メールが送信されていたのだ、答えろ。六蔵少年の電話はそれだね。あの年ですごい腕だ。今すぐ納得のいく説明をしろ。出なければ撃つ。国木田君には撃てないよ。全ての謎を解き犯人を司法に裁かせるのが君の理想だ。青の使徒に対し司法は無力。誘拐も爆破も殺人も行っていない犯人に対して下される求刑は知れている。撃つ。それがなすべきことならば。君の理想が青の使徒を速やかに撃ち殺すことであったとして、それでも私を撃つことはできない。思い出すんだ、殺されていたアラムタは小銭と偽装免許証ぐらいしか持ち合わせていなかった。では起爆スイッチはどこにある？なんだと？爆弾の起爆を無線送信する装置、それがなくちゃ爆弾脅迫は成立はしない。アラムタを操った黒幕が持っている。もしその黒幕が探偵者の動きを知っていたら、その黒幕は別の予備を起動させるとは思わないかい？爆弾はまだあると言いたいのか？そしてその起爆スイッチを今押すことができると。甘い。その考えはすでに予想済みだ。先ほどの爆弾現場でも使った無線妨害機だ。あらゆる無線通信機はその機能を妨害される。その遠隔起動スイッチとて例外ではない。な、青い布と万年筆。残念、騙されなかったね。それはただの万年筆だよ。普通の人間ならばこれで信じる。だがお前のやり口を知る相棒を騙すには少し足らんぞ。小型の無線機、これが起爆スイッチか。さすがは国木田君、そこまでカンパしてくれるとは素晴らしい。うるさい。何が目的だ？なぜあのような事件を組み上げ探偵者を脅した？お前は有能だったのに、相棒として申し分ないほどに。最後の警告だ、すべて答えろ。出なければ撃つ。君の勝ちだよ、国木田君。撃つのだ、それが正しいことなのだよ。そして君にはその資格がある。資格とは何だ？君になら撃たれてもいい。違う、俺がしたいのはこんなことではない。真実を聞き出さねば。その魂、邪悪、環境の兆しありしと。違う。
真実を見極めろ。お前が撃て。君になら撃たれてもいい。そうか、そういうことか。撃つのだぜ。本当に撃つ。撃ちたまえ。これは脅迫状。飛行機を墜落させるだと。上空を超高速で飛ぶ飛行機に乗り込み仕掛けを解除するのは不可能だ。解放法は死んでる気だ。もうちょっと寝てようと思ったのに。青の人より飛行機を墜落させるとの脅迫が来た。お前がこの脅迫の黒幕でないのならば手伝え。国木田君ならそれで撃つと思っていたよ。太宰に向けて撃った拳銃は俺のドッポ銀閣によって作り出した手帳のページ。弾丸も同じく異能で生成したものであるため、太宰の体に着弾した瞬間異能無効化能力が発動し消滅したのだ。だがなぜわかった？俺は社長から全く同じ型の銃を貸しされていたのだ。そちらで撃つとは思わなかったのか？それはもちろん信頼だよ。慎重な国木田君がいきなり本物で脅すわけないもの。お前が言うと信頼という言葉が汚れるな。で、最初に気がついたのは？お前のセリフからだ。君になら撃たれてもいい。お前がこの手の臭いセリフを吐くときは相手をおちょくるときだ。今回のシチュエーションだと。え、撃ってくれるの？やった、これで死ねる、これで死ねるが正しい。そしてもう一つ、この万年筆、これは起爆スイッチではなく盗聴器だな。ご明察。太宰はこの盗聴器を無効化させるためにこの寸劇を仕掛けた。俺が無線妨害器を用意し盗聴器を無効化させると読んで。しかし万年筆はいつすり替えられた？釣り具屋のところで死体を見に来た矢島をかき分けたでしょ。その時盗聴器と同時に装飾器を仕込まれたのか。青の使徒は自らでは手を汚さず必ず実行犯を用意するタイプの犯罪者だ。となると青の使徒という役割自体誰かに委託するはず。太宰を真犯人に仕立て上げるつもりだったのだろうが相手が悪かった。盗聴器を仕込まれる刹那を狙い逆に相手に座標神経を取り付けてやった。私を出し抜こうなんてね、2000年早いのだよ。太宰は相手の計略にはめられた演技を続け自然な流れで盗聴器を無効化させた。このわずかな監視外時間を引き出すために俺に真実を話さず疑いを持たせたのだ。改めて感嘆する、恐ろしい男だ。